前回、ハイデマリーがやっと話に登場した。そこで、まず世界警察に関する情報を説明しよう。もともと国別で治安維持の組織の形態はバラバラであった。だが、犯罪組織が力を持ち始め、複数の国家が治安維持組織を統合することを望み出した。そこで、世界中に影響力を持つ商人ショーフリージスが治安維持組織を主導しようと考えた。その部隊を世界警察といい、各国家ごとに各支部を管理している。例えば、エルフェゴート政府はエルフェゴート支部を操り、他国の犯罪者が自国に入ったら捕まえる。また、犯罪組織が複数国にまたがって悪事を働けば、各国の支部が連携してデータを共有や捜査協力などを行う。フリージス、どこで介入してるの？金だ。世界警察の活動資金の大半はフリージスの金で動いてる。まだ、資本主義がまともに機能しとるけど、フリージス腐ったらヤバそうやな。本部はマーロン国にあり、主権はマーロン国政府が持つ。マーロン本部は国内にしか対応できないが、国際実動部、通称ユステアという、たった12人のエリートチームが存在する。外交干渉を受けることはないが、あまり権利乱用が感化されるわけではない。実際、歌姫救出のため、無関係の宿をハイデマリーが襲撃した件について、エルフェゴート政府が直々に抗議文を本部に送りつけ、ユステア本部長が頭抱えてた。やろうな。そもそも、彼女は家屋破壊、捜査中でのコンサート参加、連携無視や拷問などの問題を起こしてる。首にしろや。たまにすごい功績取りに行くのと、ショーのひまごとのことで上層部が首にさせない。なお、今回はエルフェゴート支部の警察も5番目のピエロの足取りはつかもうとしてはいたが、ハイデマリーが動き回った影響で、消える検問所以降の足取りはつかめなかった。もちろん、ハイデマリーは責任取ってしばらく停職という形になった。彼女は半寝に遭いに、トラゲーにある霊の宿へ向かった。もちろん、ブリギッタへの謝罪も理由であったものの、半寝は不在。偶然、宿の修理をエインが手伝っていたので、二人で会話した。エイン曰く、裏市場を操っていたのはカスパルだと突き止め、裏市場が形変えて再会してることも判明した。で、そんなことを話していた時であった。事前院に人だかりができていた。まさか。事前院で預けられていた子供たちが、ギフトで全滅してた。その場に居合わせた、ラブラ薬局の薬剤師ことエグモントがハイデマリーとどうするか慌てて話し合ってたところ、院長リタが冷静さを失い、気づけば彼女も倒れ、そのまま絶命。あかん。一方のハンネローレは、プエリックのところで霊の赤い液体を調べてもらってたのだが、一通り終わってトラゲーに戻ろうとした時、フリージス本部の使いがやってきて、ついに、ショーフリージスが亡くなったことを報告した。まあ、年も年やし。ハイデマリーもあの状況だというのに、同じく召集され、二人は各々本部に向かった。老衰でショーは人生に幕を閉じており、実際の遺体を前にしてかなり久しぶりにハンネは落類した。そういや、後継ぎってどうなるん？ショーには後継ぎがいない。ハンネもいろいろあってポストは回ってこないし、本人も興味ない。さて、一通り死に顔に立ち終えたところで、二人は牢獄に入れられた。なんでそうなるんや。判断を下したブルーのマーロン曰く、二人を処分すれば、ベールのエルに入ることができる。裏市場の件で捜査妨害してたのもそいつやな。彼はフリージスの幹部を何十年にもわたって務めてきた。フリージス家において、最も信用される側近にはブルーノという名が与えられる。そして、総帥が不在の時、後継ぎが決まるまでは代わりにトップの権限を得られる。その名を授かったブルーノ・マーロンは、ショーが亡くなった今、一番権力が強い。正式発表までの1ヶ月はやりたい放題なので、権限を利用してる。適当な理由をでっち上げ、獄中に入れた後でひっそり殺し、あとはうまい言い訳で逃げるつもりだろう。そこで、獄中にてハンネはハイデマリーから、事前院の人たちが全滅したことを話し、ハンネは危機感を募らせていた。すると、エイン・アンカーとユステア本部長が駆けつけ、二人を牢獄から解放した。本部長、こっち側か。さすがに無実の人間を投獄するのは、プライドが許さなかったようだ。エイン曰く、早くトラゲーに戻ってどうにかしないと、大変なことになる。そう言って、実際の新聞をハンネに見せたところ、新聞記事では、見出しがどれも深刻なものばかりが並んでいた。そこで、みんなで向かおうとしていたところ、ハンネはエインと部長を連れて行くのは危険と判断し、意識飛ばさせた。どうやって？
風魔法で吹き飛ばし、軽く衝撃与えた。マジか、おい。そう、ハンネローレは、エルルカ・クロックワーカーが変装した姿であった。ハイデマリーは、グーミリアが変装した姿である。本来のハンネとハイデマリーは幼くして病死していたので、ショーが二人を組織内で動けるように、戸籍をいじくった。だが、もう状況が状況なので、二人はもう正体隠すのをやめ、エルルカは自宅近くの水場で染めてた髪を元に戻し、自宅でかつての普段着に戻った。移動って言うけど、警備はどないなってるん？まだブルーノは世界警察を使いこなすのに慣れておらず、結構警備がガバガバだった。ただ、トラゲイの封鎖だけはバッチリではあったが、エイント部長は、気絶させておいたので、あくまで被害者という扱いにさせられる。二人の立場も守ってのことか。そして、二人はマルガリータを探しに、マルクスのいる病院に向かった。だが、そこにはマルガリータはおらず、医者曰く、ニセルルカの元に向かったとのこと。彼女を探しに行こうとしたところで、マルクスが奇跡的に意識を取り戻した。そこで、マルクスは、今回の件での最大の謎に気づいたことを述べた。それと、人形を何度も口にした。だが、途端に容態が急変し、体が暴れた後に死亡した。人形ってことは、大罪の器で確定やな。とりあえず、偽のエルルカが、カスパルの代わりに裏市場を操っているとしたら、マルガリータもそこにいる可能性がある。ちょうどエインが調べてた拠点が地図にメモられており、それをグーミリアが持ってきていた。その場所は、カルガランドにあった。一回トラゲイの状況を見てから二人はカルガランドに向かう予定だったが、もちろんアケイドからの道は封鎖されていた。そこでは、いつもの御者が、母がトラゲイにいるから通せと騒ぎ立てており、無茶して強行突破しようとしてたので、見かねたグーミリアがお手持ちの銃を発砲。面倒だったので、エルルカが風魔法であたりの警官を吹き飛ばし、そのまま御者連れて逃亡。やってんな。御者は、ハンネの姿がいつもと違うので驚きつつも、その場でこの件は飲み込んだ。エルルカ曰く、今はトラゲイに入れないので諦めるべきだが、協力してくれれば母親を助けられるかもしれない。そこで御者は、隠れた近道を通って、急いでカルガランドまで二人を乗せていった。そして、到着した二人は、ジュリア・ベラールという名の市長が怪しいと睨み、家に侵入。なお、御者には待機しててもらい、2時間経っても戻らなければすぐに逃げろと伝えてある。屋敷に入ると、ジュリアと名乗っているメイラナが、こうなると分かってたかのように振る舞った。その後、ギフトの件をメイラナはメイドの置き土産のつもりかご丁寧に説明していく。その際、グーラ病を引き合いに出し、アルスやアンネの名を口にしたら、エルルカは本気で怒ってたことから、かなり彼女の心の傷跡になってることが伺える。グーミリアは5番目のピエロ探しも兼ねてきていたが、メイラナ曰く、彼はいないが、リンちゃんはこの屋敷にいるとのこと。めっちゃ説明してくれるやん。エルルカは、竜巻を起こして一撃で仕留めに行った。だが、メイラナは即座にそれを炎魔法で阻止した。エルルカとグーミリアは、厳密には自然を操作する力をメインとしている。だが、屋内にいるため、エルルカの風操作はある程度効果が頭打ちしていた。そこでエルルカは、樹化を使った。これは、魔術の力を数倍アップさせるという、かなり強力な技であった。だが、これに関しては、黒人をメイラナが準備しており、樹化が使えないよう細工されていた。バッチリ対策されてるやんけ。メイラナは大将のみを焼く魔術で二人を焼こうとした。エルルカの頭が真っ白になってたら、グーミリアが壁に穴開けて、あたりに降る雨を集中させた。結果、濁流ができ、炎は消えた。そのタイミングで、グーミリアが赤猫の不在に気づき、今戦ってる相手がジュリアでないとようやく二人は気づいた。自信たっぷりのメイラナは、自分の正体と、ライオネス消失事件の犯人であることも明かした。そこで、グーミリアの一言。お前が、赤猫の魔導士の弟子というのなら、その相手も、弟子であるこの私で十分だ。そして、グーミリアはお手持ちの銃を連発するが、全部かわされる。ほな、警察集まってでも勝てへんやないかい。すると、グーミリアはその場でクロックワークの秘術を発動。これは、時間の流れを操る類の技で、メイラナは停止こそしなかったが、メイラナの周囲の時間だけが遅くなり、グーミリアが追加で発砲した弾を避けきれず、被弾した。グーミリア曰く、時間を遅くした件についてこれくらいが限界とつぶやいていたが、波の魔導士でも一人ではまず成功させることすらできないし、
エルルカでさえ、入念な準備や魔力源を事前に用意する必要があるのに、グーミリアは脳準備脳詠唱でその場で発動させた。それも、師匠を超えてもう取るやん。そこからメイラナはなんとか逃げようとしたが、逃がさない。そうつぶやくと、屋敷の庭先で植えられていたグリオニアンプラトーローズが急激に成長。そして、大量の茎がメイラナを襲い、その身に絡みつく。そのまま大地に帰りなさい。そして、大量の茎がメイラナの服を貫通していく。黒い黒い黒い。最終的に、メイラナの体全体が茎に覆い尽くされ、茎も一つの巨大なものに合体し、巨大な花を咲かせた。飛んだおっかないプラトーの花が咲いたものだ。ほんまそれ。自分は何もできなかったのに、弟子が異常な実力を発揮していたため、途中からエルルカは、ただ黙って見てるしかできなかった。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。